黒骨村は、群馬県中東部の世田郡に属した村。現在の桐流市北西部の黒骨地区にあたる。1889年4月1日、南世田郡の八家村が合併して発足。1958年2月1日、南部の三大技が山田郡大間町に編入。桐流広域市町村県の北西部に位置する渡らせ、渓谷線。 国道122号沿線の村で5つの大技からなる。村名は赤木山の故障である黒田もつに由来。旧瀬田郡赤木村、黒穂村、赤木根村など、瀬田郡には赤木山の名に由来する村が多数あった。赤木山の南東六、渡瀬川の上流部に位置する。村内のほとんどが山林地帯である。村議会は、 無所属議員が大多数であったが、日本共産党の議員が一名在籍していた。主産業は農業、林業であった。昭和30年代頃までは、養産業が盛んで、明治初期には、群馬県発の民間経営の製紙所である、水沼製紙所が建てられ、ギートのアメリカ直輸出を行った。製紙所の廃止後は、桑畑の数は減少し、野菜、 果樹栽培地に転換された。水沼駅、温泉センター、黒骨大橋道の駅黒骨、山彦黒骨歴史民族資料館。ありがとうございます。